めっちゃ猫がたむろってる。なんで何してんだこいつら。もう夜7時回ったら真っ暗になっちゃった。全然お店もそんなやってないっぽいな。あーでもところどころ飲み屋みたいなとこやってるっぽいな。あーここ飲み屋だ。空星めっちゃ綺麗だけどこの動画には映んないっていうね、もう何回も経験してるやつだけど、動画には映らない美しさ。みんなお菓子買ってきてんすよ、チョコ。お菓子は外れがない。ちょっと鮭の中骨、鮭の中骨ってやつ、缶詰食べてね。一気に生臭くなった店舗内がすごい美味しいらしい。鮭じゃん、ほぼ鮭だよ。骨付きの鮭だ。うん、すげえ、本当に骨だ。うん、うまい。柔らかくなってんだ骨が。あ、うん、いける。めっちゃ美味しい。鮭の脂っこさもたっぷり感じれる。いや、一口でいけ、一口で。骨が溶けて美味しい。コリコリしてる骨が美味しいんだよ。カルシウムなんじゃん、CA。うん、美味しい。ハビアテンダット。ちょっと腹減ったんで、また焼きそば第二品を作ってます。できた。いただきます。うん。よし、じゃちょっと焚き火しよう。寒くなってきたし。で、また今回のためだけに100均で1000円の焚き火台を買いました。100均なのに1000円ってすごいね。これでもミニバーベキューグリルだけど、まあいいのか、焚き火で使っても。本当は炭だけ入れて使うもんなのかな。こんな新品でピカピカだけど、あ、これも入ってる。これなんつうんだっけ、飲ませちったけど。ジュッキー。いや、油じゃなくて、この。油焼け。違う、なんかこれの上で焼くと、下に風が通ってよく焼けんだよ、確か。めっちゃすごい。立派だな。よし、じゃあちょっとそこら中に結構、木は、乾いた木みたいのいっぱいあったから、まずこのファサファサの入れて、で着火剤代わりのクリマチボック入れて、先に火つけるか。じゃあ、え、そんな松ぼっくりってそんな着火剤になるんだ。うん、書いてたけどね。なんか俺見たことあるけど、虫が集まってた。そうそう、このね、ちっちゃいゴキブリみたいな虫めっちゃいるんだよね、うん、これ黒びかりしてるやつ。燃えねえな、あんま。着火剤入れたの？着火剤入れてない。ちょっとそっちじゃない。早速着火剤入れる、うん、結局着火剤がないと燃えないんだな。もうじゃあ、いろいろ入れて、はや、燃えた燃えた、はや。結局化学の力か。いつまでも100均の着火剤離れできねえな。葉っぱ入れる意味ないからな。綺麗になるよ。腰痛。やっぱ面白いな。虫に悪いよな。何が？え、ここ葉っぱだから虫に悪いんじゃない？焚き火したら、うん、なんで葉っぱだからって。なんか下に虫がいるからさ、熱がっちゃうってこと？うん、確かに。こうたまにこう飛んで火に入れてビーって虫入ってジュッて燃えちゃうときあるもんな。ねえ、じゃあ直火じゃなければ OK って言われたんだけど。そうだよ、いいんだよ別に焚き火台使ってるから。焚き火して人間のルールではね、
でもやっぱ瓦じゃないと罪悪感があるよね。どういうこと？え、あ、下が、うん、自然だから、うん、いや別に瓦が燃やしてるわけじゃないじゃん、もともとある緑を。でもちょっと落ちちゃったりするので燃えちゃってる時もあるのかな。瓦だな、やっぱ焚き火罪悪感っていうか、俺ちょっと怖い、怖さがない、ね、この芝生の上である焚き火ってさ。かわいそう、なんか虫が燃えないか心配になるよね。虫っていうか単純に芝生が燃えないか心配になるわ俺。はあ、なんかめっちゃ焚き火したら熱くなった、あったまった。めっちゃさっきすげえ寒かったのに、焚き火始める前は。はあ、いいね、波の音が、さざ波、うん、さざ波音が聞こえるね、うん、程よく。うるさすぎる時あるじゃん、たまに海近いと。あ、ちょうどいいわ、ちょっと遠くて、ちょっと離れてるからね、うん、しかも寝袋ないけどさ、うん、普通に下がテントで直やってるけど、そう、柔らかいから、なんか腰痛し硬くてちょうどいいわ。こう、あんま寝れたらいいな。ちょっとまだ11時ぐらいかな、早いけど。瓦はなんか石で痛いけど、うん、芝生はいいね、痛くないから、うん、ね、寝れたもんじゃねえ、瓦だったら。瓦は痛いんだよ、石場だったら。よし、じゃあもう寝るか。うん、寝れたらいいな。おやすみなさい。はい、おやすみ。おやすみ。うるさい。寒い。めっちゃ寒い。はい、おはようございます。いや、めっちゃ寝た、ね、9時間ぐらい寝たけど、めっちゃ寒かったな。寒かったね。もう全部の服装動員させたわ。え、寝れた普通に、うん、いや、でもなんかやっぱり寝苦しかったよね。あ、え、どういう意味で？なんか坂道だから、この、あ、そう、ちょっとこう傾斜になってんだよね。ね、だからここにさ、はい、この電源があるからさ、うん、開けてすぐここで電源使えるようにこの場所にしたら、ちょっと下が斜めってんだよな。寒かった。まだやっぱ4月上旬は夜寒いんだな、沖縄も離島も、うん、まあそこまで寒くもないけど。あ、ほんと？まあまあ、俺めっちゃ寒かった。耐えられる寒さ、寝る寒さと睡魔眠さ、寒がりながら寝たわ。よし、じゃあちょっともう今9時半ぐらい、うん、だから一応ここ10時チェックアウトだからさ、うん、あの更新するか、うん、船が来るのが2時、うん、あ、4時だからさ、うん、まあ、それまで時間あるから、ここ、デイキャンプで使う場合は200円なんだ、うん、1人使用料、うん、だからちょっとデイキャンの使用料も今日払って、ちょっとこの延長しよう、もう少し、うん、はい、そうしましょう。で、4時の船で帰ろう。うん、そうしましょう、はい、じゃあちょっと受付行ってきます。行ってきます。はい、受付でデイキャンで延長しました。4時までこれで入れます。今日1人200円、2人400円。ちょっと海の方行ってみましょう。うわー、すごい、すごいな。やっぱまだこの船が来る前の、観光客が来る前の、すごいな。うわー、天気いいな今日も。すごいよ、なんかあれも無人島らしいよ。すごいな、ザ・ビーチみたい。無人島ツアーみたいなのあったじゃん。うん、多分あそこに行くんだ。今船で渡ってる人いるし。すごいな、すごいわ、本当外国みたい。いいね、このステージ。ねえ、ここでなんかイベントとかやんだろうね。ねえ、こっちビャーって客で、ねえ、カラオのど自慢大会。よし、じゃあちょっと別のとこ行こう、うん、別のとこっていうか散歩に、うん、
あのさ、うん、今俺たちがいるのはさ、アハレンビーチっていうのがある、うん、アハレン集落っていうとこなんだよ。でこの渡嘉敷島もう一個集落があって、うん、それが渡嘉敷集落っていうのがあるから、そっちにもなんか渡嘉敷ビーチってやつがあるらしいから、あ、うん、ちょっとそっちバイクで行ってみよう。行ってみよう。気持ちいい。やっぱバイクは昼間だな。しまった、今坂道で U ターンしようと思ったら立ちこけしそうになったから、踏ん張ったらおちょこだけポーンって落ちちゃって、バイクは倒れなかったけど、落ちちゃった。おちょこ大丈夫？どこが痛い？どこ？大丈夫？腕が痛いの？ちょっとここ坂道で危ないから、ちょっと一旦移動しよう。ごめんごめん。大丈夫？うわ、すげえ。着いたここだ、多分渡嘉敷集落。こっちかな、渡嘉敷ビーチ。わあ、すげえ。こっちも綺麗だな。いいね、こっちのどかで。ねえ、人がいなくていいね。そうそう、観光客が乗ってたバスはさ、みんなアハレンビーチに行ったらさ、うん、あ、そうなんだ。こっちはあんまりそこまで観光客来ないっぽいから空いてるんじゃない？あ、そうなんだね。じゃあ青い海。どこ？本当だ、パイナップルなのかな、これ。スナックパインじゃね？うわ、すげえ。やば、すごい、本当に外国みたい、外国来たみたい。このね、渡嘉敷島って今12時の鐘なんですけど、この学校のチャイムみたいなのがいきなり鳴るんですよね。でっかい音で島中に。これすげえビビるんですよ。ここの海の手前の公園も綺麗だな。なんかいる。シャワーの上から見て笑ってる。でかカマキリだ。こっちはいいな、こっち。次来たらこっちだな。なんかキャンプ場もビーチに隣接してあるそうだし。ここもちょこちょこ観光客いるけどさ、少し、うん、みんな関西人なんだよね。沖縄に来てるさ、旅行客さ、わかん、なんとなくかわかんないけど、本当関西弁喋ってる人多い気がするんだよね、観光客は。なんでなんだろう。まあ関西弁が目立つから、そう聞こえるだけだろう。いやでもね、多く感じる気もするんだよな。ピーチとかでみんな来てるのかな、分からんけど。あ、そうだね。よし、もう行くか、じゃあ。はい、J ショップ渡嘉敷寄ってなんかちょっと買って帰ります。はい、アハレン集落に戻ってきました。あ、こんな可愛いハーフタイムサウンドベーシックカフェ、かわいいランチ屋さんがあるんだ。おしゃれだな。いろいろハンバーグとかソーセージとかパスタとか。へえ。さあ、でちょっと腹減ったんで飯食おうと思うんですけど、ちょっとスーパーでこのご飯買ってきたからね、ここに電子レンジあるからチンしよう。もうほんとキャンプ場っていうか、半分ホテルみたいな。3つ全部同時いけっかな。ああ、オッケー、よし。めっちゃでかいテント張ってる人いる。買ってきたものがですね、まずこの刺身盛り合わせ。これほら、450円でこんないろいろ入っててさ、沖縄って、そう、酢味噌で食ったりするときあるんだよね。
刺身合わせて混ぜて。じゃあ半分酢味噌でいい？うん。いやこれがね甘辛くてうめえんだよ。なんかゲストハウス住んでる時よく沖縄のおじいちゃんがやっててこうやって食ってたな。よし、いただきます。なんなんだこれ、白身魚みたいな感じかな。いただきます。うん、うめえ。酢味噌合うな、やっぱ合うんだね。酢味噌がこんなにお刺身に合うって知らなかった。なんかおいしい。イカのさ、酢味噌あるじゃん、ちっちゃいホタルイカの、あれめっちゃうまいもんね。やっぱ酢味噌って刺身に合うんだね。うん、うまっ。いろんな魚ある。うん。さあ、そしてこの稲葉のチキンタイカレー、これもちょっと温めて湯煎していきます。で、あとこのね、これドンキで売ってるタイのイエローカレーって、これこの間食ったらうまかったんで買いました。ちょっとじゃあこれらを湯煎していきます。うわっ、で、ここに稲葉のチキングリーンカレー、これをどうやって入れるかな。うわ、いい匂い。はい、まず稲葉のグリーンカレーライス。いただきます。お箸だけど。うん、あ、うまっ。これはもうね、有名ですもんね。美味しいで、安定のうまさ。うん、グリーンカレーの甘辛さ、この粉スミルクの風味、これは大発明だな。うまい。ちゃんと辛くて程よく。さあ、そしてこのタイのイエローカレー、ドンキの。うわ、すごい、具材ゴロゴロだったんだ。こんな、いただきます。うん、うまい。バターチキンの風味が甘くて、ほんとスプーンで食いたかったな。箸だと美味しさ減るな。うん、うまい。芝刈りが始まった。キャンプあるあるな、これも。うん、あー、うめ。あの、海から、海からさ、こんにちはって来なよ。わかる？回ってる。海から撮るからね。よし、じゃあもう船の出る時間も近いから撤収して港に向かうか、バイクで。え、行くか。うん、さよなら。あっとだ、あ、危ねえ。わ、俺、わ、折れたやんけ。ごめん、だおちょこの袋の取っ手が、荷物重すぎんだよ、お前。やばい、時間ない、急げ。よし、撤収できた。ちょっとじゃあ急ごう。船がもう1時間しないぐらい出る。やばい。ここいいキャンプ場だったな。電源あるし、電子レンジあるし、あとポットもあるし。シャワーはちょっと5分300円とかあったから今回は入んなかったけど、あ、よかった。はい、チェックアウトしました。よし、じゃあ港に急ごう。さよなら。またねー。あー、着いた。あ、来てる船。すげー、かわいい船だな。こんな立派だったっけ。かわいかったよ、新しくて。バイクこっちかな。よかった、間に合った。
よし、これで那覇に帰れる。いや、よかったじゃん、トカちゃん。めちゃくちゃいい島だった。まあね、ねえ、のどかでな。なんか那覇から日帰りで海水浴来れるっていうのもすごいよね。一番な、高速船だったら30分で着くしな。海綺麗だった、マジで。めちゃくちゃ海が綺麗だった。楽しかった。よし、楽しかった。で、こっから、こっから帰ってね、準備して明日帰るんだよ ね東京に。明日の11時の飛行機で帰るんで、だからとりあえず帰ったらもうバーって明日帰る準備しよう。この警笛がね、めちゃくちゃうるさいんでね、心臓止まると思うからうるさいんでね。今僕はちゃんと今耳塞いでましたけど、乗る人マジで気をつけた方がいいですよ。心臓止まりそうになりますから、うるさすぎて。びっくりで。バイバイ、パチキジバー。待ってきてくれた。バイバーイ。あれ、本当に泣いてる。節々手を割って岩場でこけた朝みたいな、コブみたいになってるもん。ひょっこりひょうたん状みたいじゃん。すげー。いざ那覇を目指せ。グランドライン。なんかずっと田舎の島にいたから、ビルがめっちゃニョキニョキたくさん建ってて、沖縄この那覇の大都会感がすごい感じるわ。めっちゃ都会に感じる、見える。着いた、タマリン。着いた。よっしゃ、帰ろう。